マルコによる福音書。神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道をまっすぐにせよ。その通り、洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の許しを得させるために、悔い改めの洗礼、バプテスマを述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆、ヨハネのもとに来て、罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちにバプテスマを授けたが、その方は聖霊でバプテスマをお授けになる。その頃、イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。水の中から上がるとすぐ、天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。それから霊はイエスを荒れ野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間、野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて、福音を信じなさい、と言われた。イエスは、ガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが、湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう、と言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベタイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に街道に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである。その時、この街道に汚れた霊に取り憑かれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体はわかっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行け、とお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行った。人々は皆驚いて
論じ合った。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じると、その言うことを聞く。イエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まった。すぐに一行は街道を出て、シモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、人々は早速彼女のことをイエスに話した。イエスがそばに行き、手を取って起こされると、熱は去り、彼女は一同をもてなした。夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた者を皆イエスのもとに連れてきた。町中の人が戸口に集まった。イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、また多くの悪霊を追い出して、悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて、人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスの後を追い、見つけると、みんなが探していますと言った。イエスは言われた。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。そしてガリラヤ中の街道に行き、宣教し、悪霊を追い出された。さて、雷病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで、手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち雷病は去り、その人は清くなった。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて、人々に証明しなさい。しかし彼はそこを立ち去ると、大いにこの出来事を人々に告げ、言い広め始めた。それでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないところにおられた。それでも人々は四方からイエスのところに集まってきた。